お世話になってます。タカモンです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回の動画はこちらの iPad の外付けキーボードに関するお話をしたいなと思います。先日10月の25日に新しい iPadOS の iPadOS16.1 っていうのがリリースされまして、巷ではね、ステージマネージャーが使えるようになったよとかいうところで話題になってるんですけれども、そんな新機能と合わせて iPad の外付けキーボードに関する大きなアップデートがありましたので、その内容を今回はお伝えしたいなと思います。その今回のアップデートが何かっていうと、iPadOS の16.1からこういった外付けキーボードも JIS 配列としてちゃんと認識してくれるようになりました。これね、めちゃくちゃ嬉しいアップデートですね。なんで今まで放置されてたんだっていう風な感じなんですけども、やっとアップデートしてくれました。JIS 配列っていうのは、エンターキーがこんな感じの鍵括弧みたいな形をしている、日本人が慣れ親しんだ形のキーボードになってるわけなんですけども、こういった JIS 配列のキーボードを iPad と組み合わせて使おうと思った時に、今まで結構使いにくかったんですよ。こういった JIS 配列のキーボードを iPad に接続した時に、 JIS 配列じゃなくて US 配列で認識されてしまうっていう風な仕様に今まではなってたんですよね。JIS 配列のキーボードを US 配列として認識されてしまった時に何が困るかっていうと、ローマ字入力をね、文字入力をする時はそこまで変わらないんですけども、問題は記号を打つ時なんですよね。例えば点が2つ縦に並んだコロンの記号を JIS 配列のキーボードで打とうと思った時は、コロンの記号はここなんですよね。L の2つ隣、ここがコロンの記号が打てるキーになってるんですけども、US 配列の場合でコロンを打とうと思った時はここなんですよね。シフトキープラス L の1つ隣、ここを押した時にコロンが出るっていう風なのが US 配列の入力方法なんですよ。そんな感じで JIS 配列と US 配列は記号の配置に違いがあるんですよね。なので JIS 配列のキーボードを iPad に接続した時に、キーボードの印字と入力の内容っていうのがずれちゃうっていう風な問題があったんですよね。例えば括弧の終わりを押したつもりだったのに括弧の始まりが出ちゃったみたいなね、そういった問題があったわけなんですよ。なので僕みたいに普段から日本語配列、JIS 配列のキーボードを使っている方は、 iPad の外付けキーボードの選び方っていうのが結構難しくて、 iPad で JIS 配列が使えるキーボードとなると Apple の純正キーボードか Logicool の一部対応機種しかなかったんですよ。選択肢が iPad の裏に取り付けて使うマジックキーボードであったりとか、あとはこういったMac 用のマジックキーボードとか、こういったものでしか JIS 配列で入力するっていうことができなかったんですよね、今までは。しかも iPad mini に関しては、純正の iPad に貼り付けて使うタイプのキーボードっていうのがラインナップされてないので、iPad mini で JIS 配列の入力をしたいっていうふうに思った時は、選択肢はもうこれしかなかったんですよ。 Mac 用のマジックキーボードですね。そういった感じでいろいろと今までは制限があったんですけれども、今回の OS のアップデートによって、こういった Apple 純正ではない JIS 配列のキーボードっていうのも iPad が JIS 配列として認識してくれるようになりましたよっていうのが今回の話です。もうこれはね、本当に JIS 配列派の人間からすると待望のアップデートって感じですね。というわけでね、ちょっと前置きが長くなったんですけれども、本当に JIS 配列として認識してくれるのか早速試していきましょう。はい、それではまずは現状の状態を一応確認しておこうかなと思うんですけど、僕まだ iPadOS 最新にはアップデートしてなくて、今は 15.7 の状態ですね。ちょっとこの状態で JIS 配列のキーボードを接続した場合にどういった入力内容になるのかっていうのを一応確認しておきましょう。今こちらのモボキーボードをこの iPad mini 6に接続している状態ですね。まず日本語入力は普通にできますね。例えばこんにちは、こんにちは、こんな感じですね。こういったローマ字入力は問題ないんですけど、例えば記号ですね。例えばコロンを打ちたいなと思った時に、JIS 配列の場合はここなんですけど、ここ押しますよ。するとですね、違う記号が出ちゃうんですよね。このモボキーボード2の場合は US 配列として認識された時のための補助記号みたいなのもここに印字してくれてるので、まだ分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、このチョンっていう風な記号がね、出るようになっちゃってるんですよね。コロンを打ちたかったらシフトキープラスここ。ここでコロンの記号が出るようになってるっていうのが今の状況ですね。JIS 配列のキーボードが US 配列として認識されてしまっているっていう風な状況です。これに対して、この iPad mini 6で唯一 JIS 配列として認識してくれる、こちらのマジックキーボードを使った場合は、普通に入力をすることができまして、こんにちは。ここは普通にできるとして、ここの記号ですね。
ここの L の2つとなり、ここがコロンになってまして、コロンを押してみると、まあ、こんな感じで普通にコロンが打てるんですよね。モボキーボード2の場合は同じキーを押しても違う記号が出ちゃうんですけれども、こっちのマジックキーボードだったら実配列の印字で入力をすることができるっていう風な感じでした。この Apple 純正のキーボードでしかできなかった実配列での入力が、こういったサードパーティー製のキーボードでもできるようになりますっていうのが今回のアップデートですね。じゃあちょっと OS をアップデートしていきたいと思います。設定アプリの一般のソフトウェアアップデート、ここから iPadOS16 にアップグレード、これやっていきましょう。ダウンロードしてインストール、パスコード、同意する、同意する。はい、アップデートが始まりましたね。今ダウンロード中です。はい、ダウンロードが終わったんで今すぐインストール押します。えい、うわ、ヤマト来た。お、再起動始まりましたね。はい、じゃあちょっとしばらく再起動待ちです。はい、アップデートが終わりました。まあ、若干ここのショートカットのウィジェットとかがリセットされちゃったりしてるみたいですけれども、まあ、とりあえずちょっと文字入力がね、実配列が認識してくれるようになったのかっていうところを試していこうかなと思います。はい、こちらが先ほどのメモ帳ですね。一旦このマジックキーボードで入力してみますか。 Bluetooth 接続されてないな。あ、来た来た来た。はい、じゃあまずはこのマジックキーボードで一旦入力してみますね。おはようございます。いけますね。記号は当然実配列で入力できますね。では続いて肝心のモボキーボード2ですね。サードパーティー製の外付けキーボードの実配列のもの、こちらを使って実配列で入力できるのか試していきましょう。あれ、こちらも Bluetooth の接続が、あ、来た来た来た。じゃあまずはおはようございます、ございます。ここはいいですね。で、はい、そしてコロン打ってみようと思うんですけど、今打ってみてもこれだとね、まだ変わってないんですよね。まあちょっと分かっててわざとやってるんですけど、設定の変更が必要になります。ちょっと設定変更していきましょう。設定アプリから一般のところに行ってもらって、一般からキーボードですね、ここか、キーボードからのハードウェアキーボード、そしてキーボードタイプ、ここですね、ここだ、お、ここのキーボードタイプで ANSI、ISO、JIS、ここ JIS 選べるようになってますね。ここを選んでしまえば JIS 配列で入力ができるようになると、そういうことみたいですね。そしてで入力していくんですけど、多分これだとまだできないんですよ。ちょっとここ押してみますね。はい、まだ JIS 配列で認識されてないですよね。この設定を切り替えた後にアプリを再起動すると JIS 配列で入力ができるようになるみたいです。ちょっと再起動しますね。一旦メモアプリは閉じまして、もう一度メモアプリを立ち上げます。じゃあちょっと入力してみましょう。いきますよ。コロン出てくれ。おー、コロン出た。うわ、実配列で認識されるようになりましたね。例えばここのカッコとかもね、結構使うところかと思うんですけど、 US 配列の場合は9と0がカッコ始まりカッコ終わりなんですけど、実配列の場合は8と9なんですよね。ここですね。おー、カッコもちゃんと普通に実配列で打てるようになってますね。はい、というわけでこんな感じで無事にサードパーティー製のキーボードを使っても実配列でちゃんと認識をしてくれて、実配列で入力ができるっていうのが確認できました。いや、これはめちゃくちゃ嬉しいですね。ちょっと iPad での文字入力またちょっと挑戦してみようかなっていうふうに思いました。ちなみにこの設定 iPad の方で今はやってお見せしたんですけども、 iPhone の新しい OS iOS の 16.1 の方でも外付けキーボードが JIS 配列として使えるようになってるみたいなので、 iPhone の方で外付けキーボードを使って文字入力されてる方もこの設定試してみてください。はい、というわけで今回の動画ではついに iPad の方でも JIS 配列のキーボードを US じゃなくて JIS 配列として認識してくれるようになりましたよっていう風な話をさせていただきました。今まではどうせ US 配列で認識されちゃうんだったらもう US でいいかなみたいな感じで、しぶしぶ US 配列を使っていた方とかもいらっしゃると思いますし、あとは記号のズレとかを我慢して JIS 配列無理やり使っていた方もいらっしゃると思うんですけど、そういった方は iPadOS アップデートして快適な文字入力ができるように
ようにされてみてください。まあ、今回のアップデートによって JIS 配列を採用している折りたたみキーボード、これすごく買いやすくなると思うので、このモボキーボード2かなり売れるんじゃないかなと思いますね。こちらのモボキーボード2はこんな感じの三つ折りの折りたたみキーボードになってるんですけども、折りたたみキーボードにしては珍しく日本語配列、JIS 配列を採用してまして、あとは充電の方式も USB-C ですることができますし、あとはここですね、 Mac の純正キーボードと同じ感じでカナ英数キーとかも使える便利なキーボードになってるんですよね。なのでこれから iPad の外付けキーボード買おうかなと思ってる方は、このモボキーボード2かなりおすすめですね。概要欄の方に URL も貼っておきますね。あと以前レビュー動画の方も出してますので、よかったらそっちの動画の方も参考にしてみてください。というわけで今回の動画はこんな感じで終わろうかなと思います。このチャンネルでは暮らしを便利にスマートにっていうところをテーマに、気に入ったアイテムの紹介であったりとか、ライフスタイル系の動画を更新してますので、よかったらチャンネル登録、そして動画の評価の方もよろしくお願いいたします。そして Twitter、Instagram、楽天ルームのアカウントもありますので、よかったら概要欄の方からチェックをしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。タカボンでした。またねー。